ムーミン。ムーミンは、フィンランドの作家トーベ・ヤンソンの、ムーミンシリーズと呼ばれる一連の小説と絵本、及びマッテー・ラルス・ヤンソンと共に描いた、ムーミン漫画作品の総称、あるいはそれらとそれらを原作とする二次著作作品の総称、または、同作品に登場する架空の生物の種族名であり、同時に、主人公、主要な登場生物の名前でもある。 ムーミントロールの略称類は相性。トロールは北欧の民間伝承に登場する広い意味での妖精の一種である。地域や時代によって巨人だったり小人だったり様々なバリエーションがあるが人間によく似ていながら耳や鼻が大きく醜い外見を持つというイメージが共通している。 しかし、ムーミンの物語に登場するトロールは、名前こそ借りているもののこれとは異なる、トー部ヤンソンが独自に創造した、架空の生き物である。人型の登場人物も、人間ではなく、同様に架空の小人の一種である。なお、原作中で登場するキャラのうち、ムーミンパパの思い出に登場するミムラたちが住む丸い、他の国の王様は、ミムラやムーミントロールたちより、 わざわざ圧倒的に大きく描かれているので人間の可能性がある。第一作である大きな洪水と小さなトロールでは、こうしたトロールたちは人間と同じ世界で共存しているが人間には察知されない存在として描かれた。昔はタイルストーブの裏に隠れて住んでいたという記述があり、その大きさは人間よりもはるかに小さいものと設定されていた。 終盤の遠椅スに乗っているシーンで、猫の親子と比較すると、ムーミンマが、子猫程度ことが伺える。ただしムーミンたちの大きさは、作者自身も細かく決めていたわけではないらしく、自作の、ムーミンダニの彗星では、子猫の肩だかが、スニフの足程度に描かれている。なお、この本は何度か改定版が出されており、初版の、彗星追跡、コマティフトンではこの生物は、 子猫ではなくキヌザル、マーモセットであった。ただしキヌザルも一番小さいピグミーマーモセットでさえ体長11から15センチメートルなので、子猫と比べて極端に小さいわけではない。のに、同じ話内で実物は体長30センチメートルほどのジャコネズミ、マスクットガスニフより、大きいムーミンパパよりさらに大柄に描かれているという描写があるほか、 コミックス版では何度か登場するフィリフ4科が飼っている牛がムーミンたちと比べ現実に蹴る人間と牛ぐらいの比率になるなど人間並みになっている描写もある。ムーミントロールたちは妖精たちの住む谷、ムーミン谷に住んでいる。ムーミン国には東におさびし山がそびえ、その麓から川が流れている。その川にはムーミンパパの作った橋がかかっていて、 その橋の先にムーミン屋敷がある。ムーミン屋敷の北側にはライラックの茂みがある。西は海に面しており、三橋の先には水浴び小屋がある。ムーミンシリーズはキャラクターが多く情報量が膨大になる上、東部ヤンソン本人によるものだけでも、小説、絵本、新聞連載漫画、戯曲など様々なメディアで性格付けや人間関係などが異なることがよく見られ、 レギュラーキャラクターもメディアごとに違うため、ここには主要キャラであっても名前などは記載しない。作者のトーベ・ヤンソンは画家でもあり、ムーミンの原型となるキャラクターは小説執筆以前にもたびたび描かれていた。小説として初めて登場するのは1945年にスウェーデン語で表された超なトロールと大きな洪水で、その後ムーミンシリーズとして知られる。 経急作品に登場するようになる。造形的には、東部が10代の頃、ジテペル・ウーロフ・ヤンソンとの口喧嘩に負けた時に、トイレの壁に悔し紛れに描いた、スノーク、スノーク、とても醜い生き物として描いたものが、ムーミントロールのルーツであるとされる。ネーミングは、おじの家へ下宿をし学校へ通っている時代、勉強の合間に冷蔵庫から食べ物を、 失敬しては夜食にしていたのだが、ある時に、おじから注意され、この裏には、ムーミントロールというお化けがいるから、つまみ食いはやめなさい。首筋に冷たい息を吹きかけてくるぞ。と言われたことがきっかけである。小説は子供向けの作品の体裁をとっているが、その内容は、必ずしも子供向けではない。第二次大戦の戦中、戦後に執筆された初期の作品には、洪水や、 水星の襲来など自然災害が繰り返し描かれる。新聞連載漫画の大成功によってもたらされた、ムーミンブームにほとほと疲れ果てた頃に書かれた第六作、ムーミンガニの冬を契機として、後期の作品はよりはっきりと内観的であり、おとぎ話の体裁をとった、純文学といって良い内容を備えている。1953年から、イギリスの大衆紙、イブニングニューズ。 にムーミントロールの漫画が週に6日掲載された。トーベ・ヤンソンが漫画を描きスウェーデン語のセリフをコマに、書くと語学が堪能な末程のラルス・ヤンソンがセリフを英語に翻訳した原稿が印刷に回る。途中、ラルスが作品のアイディア自体を提供する時期を経て、1960年からは直接絵も描くようになり、完全にコミックの仕事はラルスの担当となり、 1975年まで合計73作品が連載された。うち21作は、東米の絵である。小説作品は、長編、短編集合わせて9作品が刊行されている。ムーミンの原作はスウェーデン語で書かれた。以下、日本語題名は、講談社の全集による。最古の日本語訳は1964年。 講談社から出版された少年少女新世界文学全集第二十七巻初週のムーミン谷の冬翻訳山室聖挿絵池田達夫である同作の挿絵ではムーミンはマフラーを巻いている以後突起な着物はすべて講談社からの出版続いて1965年には改正社の世界の子供の本シリーズからムーミン国は大騒ぎ翻訳 矢崎玄黒、挿絵、赤星良守る。ムーミン谷の夏祭りの日本語訳が出版された。同書では、スナフキンは、鍵束子役ん、ミーは、おちびのミュウシなどと翻訳されている。同年には、楽しいムーミン一家、翻訳、山室聖が、初めて原作者の東米ヤンソンによる挿絵を使用して、出版された。1968年には、 東米アンソン全集が出版され、当時原書が絶版だった小さなドロールと大きな洪水を除く原作本前8作が全て翻訳、出版されることとなった。テレビアニメ楽しいムーミン一家の放送が開始された1990年からは、初めて原著に忠実な編成のムーミン童話全集が全9巻で出版され、同全集版が小さなドロールと、 大きな洪水の初本語訳となった。文庫版の出版も行われた。1972年に少年少女講談社文庫に楽しいムーミン一家が収録されたのを皮切りに、1978年からは講談社文庫に、1980年からは青い鳥文庫に収録されている。東部ヤンソンが初めて、 ムーミンを漫画化したのは1947年のスウェーデン語の新聞、ニーティド紙で、ムーミン谷の彗星を漫画化した、トフスランとビフスランたちが出てくるなどうちは多少違う、ムーミントロールと地球の終わりだが、1年間の連載予定が半年で打ち切りになり、以後のコミックシリーズとは無関係になっている。なお、同作品は、 ムーミンコミックス14、一人ぼっちのムーミンに収録されている。その後、1952年に、第3作、楽しいムーミン一家の英語版が出ると、当時世界最大の発行部数を誇った、イギリスの勇敢紙、イブニングニュースから、ムーミンを主役に、新聞漫画を描いてみないかと申し入れを受ける。こうして、コミック版ムーミンは1五十三年から1七十五年まで、 日曜日を除く週6日掲載され、たちまち大人気となり、世界各国に配信されて愛されるようになる。1969年には、漫画版が、講談社から、ムーミン漫画シリーズ、役者名の記載なし、解説、草森真一として、初めて、日本語訳された。同書は、全73話中29話を抜粋した全10巻のシリーズである。 右と字のため画像は左右反転の印刷である。また、カルピス漫画劇場版アニメに習い、スノークのお嬢さんは、のんのんと翻訳されいる。1991年には、福竹書店、現、ベネッセコーポレーションから、絵本コミックスムーミンの冒険日記、翻訳、野中市議として、全10巻で出版された。コマの周囲に、色が施されたに色ずりで、 横長で二段組の構成である。役者の野中がプロデューサーを務めた、テレビアニメ、楽しいムーミン一家に習い、スノークのお嬢さんは、フローレンと翻訳されている。2000年には、ちくま書房から、ムーミンコミックス、翻訳、富原まゆみとして出版された。これまでの日本語訳は、英語版からの翻訳であったのに対しスウェーデン語からの翻訳である。 東部作の全21話とラルス作の全52話中21話、計42話が収録されている。想定は、祖父江誠。講段社版、ムーミン漫画シリーズ、役者不明、草森新一解説は、東部とラルスの作品29作を収録している。スノークのお嬢さんは、アニメーション、ムーミンでの音響監督、田代厚美の名付けたノンノンと訳されている。 共同執筆者の弟、ラルス・ヤンソンの絵である作品も掲載されているが、ラルス・ヤンソンの名前は記載されていない。作品の枠の一部に二人が書いたサインは消されている。日本向けに左右反転されて折り右開きになっている。セリフは縦書きに変更されている。福竹書店版、ムーミンの冒険日記、野中しぎわけは、東部の作品十作を収録している。 スノークのお嬢さんは、役者がテレスクリーンで、プロデューサーとして関わった、アニメーション、楽しいムーミン一家と、同じくフローレンと訳された。ラルスの作品は扱われなかったにもかかわらず、執筆者紹介は、指定仲良く写真付きで掲載されている。楽しいムーミン一家でのラルスの名前は、愛称のラッセと表記されたが、当作品では、本名のラルスになっている。 ちくま処方版、ムーミンコミックス、富原まゆみ役は、東部とラルスの作品42作と漫画の元となった、東部の作品1作を収録している。谷社と違い、スウェーデン語版を元にしている。スノークのお嬢さんは、スノークの女の子と訳されている。十、春の気分に収録された、南の島へ繰り出そうは、公実する劇場版、ムーミン南の海で、 楽しいバカンスの原作。小説や漫画版のエピソードを編集して、幼児向け絵本にしたものもあるが、ここでは絵本として書き下ろされた作品を扱う。以下に挙げる、日本語訳はすべて講談社からの出版である。1965年、世界の童話十北欧、南欧童話集に、さて、それから、翻訳、下村隆一、山室聖、し絵。 井上陽介が収録された。これが絵本、それからどうなるのの、初日本語訳である。その後、1971年に、山室聖の翻訳で、それからどうなるの当時の役代には疑問符はない。寂しがり屋の国とが出版された。縦組右トジの構成で、イラストは反転しての印刷であった。1980年に、小野寺由里子の翻訳で、 ムーミンダニエの不思議な旅が出版。1991年に、渡辺緑の新役で、それからどうなるの寂しがり屋の国と、ムーミンダニエの不思議な旅が出版される。2014年に同じく、渡辺緑の翻訳で、ムーミンに屋敷は秘密の匂いが出版。1969年、昭和44年10月5日から1970年、 昭和45年12月27日、フジテレビ系列にて、カラー放送。企画制作は、随高いエンタープライズ。アニメーション制作は、第1話第26話まで、東京ムービー、A プロダクション。キャラクターデザインは、大塚構成であったために、大塚ムーミンとして親しまれてきた。第27話以降最終回話では、 東京ムービーが降板したために、間を置かずに、虫プロダクションへと交代した。なお、制作会社の交代については、東部ヤンソンのクレームのため、あるいは赤字を垂れ流す番組を切り捨てるためとも、言われるが、演出を務めた、大隅正明によれば、大隅や、大津からの制作チームは、初めから26話までの約束で参加した。その後には、ルパン三世制作が控えていたのであり、 ヤンソンからのクレームは体の良い表向きの理由として誇張して権限されたのだという放送時間帯は日曜日19時30分20時の30分番組であったカルピス漫画劇場の第二作である1972年昭和47年1月9日同年12月31日フジテレビ系列にて毎週日曜日の19時30分20時に放送 企画制作は、ズイタカエンタープライズ。アニメーション制作は、虫プロダクション。番組表によっては、新ムーミンと表記されることもあった。ズイヨー、ズイタカは、本放送終了後も1989年頃まで、1969年版と、共に再放送や VHS ソフト、レーザーディスクソフトへの作品配給や、キャラクターグッズの発売許諾を行っていたが、 1990年から世紀の許諾の下で楽しいムーミン一家の放送を開始されるにあたりムーミンキャラクターズ社の指示によりすべて中止された。以来随用作品の再放送、配信、パッケージソフト化は世紀の形では一切行われていない。1990年平成2年4月12日から1991年平成3年10月3日テレビ 東京系列にて放送。制作は、テレスクリーン。ヤンソン指定の監修のもと、プロデューサーであるデニス・リブソンラ・フィンランドスフが参加。ナクラヤス康弘が、東部の原作をもとにキャラクターデザインを行った。制作協力は、テレイメージ、現、和光プロ、ビジュアル80。1991年、平成3年10月10日から1992年。 平成4年3月26日、テレビ、東京系列にて放送。楽しいムーミン一家の第二シリーズとして、休止期間を挟まずに放送された。こちらにはオープニングには登場するスノークが全く出なくなり、白鳥恵美子のナレーションもなくなった。原作は主にコミックスから取られている。1979年に、東米アンソン監修の下、ポーランドで作られた。 テレビ放映用ストップモーションアニメーション。全78話。日本では1969年版と1972年版の日本製 TV アニメーションでムーミンのを演じた女優、岸田京子が一人で全てのキャラクターの吹き替えを演じ、1990年より NHKBS2 衛星アニメ劇場枠で放送された。 その後2003年にプチグラパブリッシング配給により36話が劇場公開され、同年アスミックから DVD ボックスも発売された。1979年にポーランドで作られたムーミンパペットアニメーションのフィンランド本国によるデジタルリマスター版。日本では新たにダンダンヤスノリと松高子の二人が全キャラクターを演じ分け型で財布機会が行われ、 2012年3月24日から2013年3月26日に NHKBS プレミアムにて放送された。後に NHK エンタープライズにより DVD も発売された。フィンランド本国で2019年春放送予定。スウェーデンのフィルムランス社、フィルムランスインターナショナルが制作を務め、最先端の 2D、3D ハイブリッド技術を使用して作られる。 ストーリーは原作のオリジナルストーリーに基づきリメイクされる。1992年8月8日に小畜の配給で公開。上映時間62分制作国日本。2008年にムーミンパペットアニメーションのデジタルリマスター版の一部を劇場版として再編集したもの。日本ではアスミックエース配給により2009年に公開。 ナレーションを小泉京子が務めた。角川エンタテインメントから DVD が発売された。ムーミンパペットアニメーション、デジタルリマスター版から、小説、ムーミンダニの彗星を原作とするエピソードを抜き出し、劇場用長編アニメーションとして2010年に制作された。主題歌を美ークが歌い、声の出演は、マッツ・ミケルセンやアレクサンダー・スカルスガルドなど、担当するなど、 さながら、北欧映画関係者大集合の配役になっている。日本では2015年にチャイルドフィルムの配給によって公開された。ビクターエンタテインメントから DVD が発売されている。2015年、平成27年2月13日に公開。制作国、フィンランド・フランス。東米アンソン生誕100周年を記念し、初めて母国フィンランドで制作された。 長編アニメーション作品、フランスとの共同制作。監督は、グザビエピカルド、プロデューサーは、ハンナ・ヘミラ。グザビエピカルドは、日本の本屋さんでたまたま、ムーミンを見つけ知った。押井守監督とも親交があり、日本で公開されることは、とても嬉しいと語った。日本では2015年2月15日から公開。 吹き替えは1990年テレビ東京で放送された楽しいムーミン一家の出演者が担当している。興行収入は2億7000万円。2017年12月2日に公開、ムーミンパペットアニメーションデジタルリマスター版を再編集した劇場版第3弾、パペットアニメーションムーミンダニの夏祭り、ムーミンダニの水星ペットアニメーションの続編。 日本語吹き替え版の声優は一新され、主人公、ムーミントロールは、宮沢りえ、それ以外の男キャラを、森川俊幸、女キャラをぼくろび、ナレーションは、神田沙也加となっている。配給は東映。ブルーレイ DVD はアミューズから発売。以下に挙げる作品はすべて講談社からの出版である。1969年に、カルピス漫画劇場枠で、テレビアニメ。 ムーミンの放送が開始されると、同アニメに準拠した絵本、カラーテレビ版、ムーミン名作へ話、全22冊も出版された。1972年には、1972年版アニメに準拠した絵本、講談社のムーミンブック、全20冊も出版されている。これらの絵本では、カルピス漫画劇場版アニメに習い、スノークのお嬢さんは、のんのんと翻訳されている。 ムーミンワールドはフィンランド西装未集南西装未建トゥルクに近いカイロ島のナーウンタリにあるムーミンに関するテーマパークである。フィンランド以外では初めてのムーミンのテーマパークとして埼玉県反応市にメツヤ、メッツァが2017年にオープンすることが2015年6月30日に発表された。メッツァ、メツヤはフィンランド語で森という意味。 宮沢湖の周辺の約18万7千平方メートル、東京ドーム4個分の用地に展開され、有料のムーミンゾーンと無料のパブリックゾーンが設けられる。ウィーラブモーミンは日本で運営されているムーミンのファンクラブ、ムーミンのイベントへの優先参加や SNS キャンペーン、モニタープレゼント、グッズやツアーの先行販売などの体験型企画の他に、 ムーミンのスタンプや壁紙などコンテンツが取り放題。プレミアムコースに登録すると、会員それぞれにムーミン谷の住所が記載された、ムーミン谷住民票が発行される。2018年1月13日、日本の大学入試センター試験、本試験の地理 B の第5問問4で、アニメ版、ムーミンに関する問題が出題され、インターネット上で話題を呼んだ。問題の内容は、 スウェーデンを舞台にしたニルスの不思議な旅アニメ版とスウェーデン語のバッドコスターデッドバッコステルでそれいくらお礼にノルウェーとフィンランドを舞台にしたアニメについてフィンランドに関するアニメとフィンランドごとの正しい組み合わせを四択から選ぶというものでアニメはムーミン小さなバイキングビッケの2択言語はハバコスターデッドバコステルでいくらですか プルヨンコ SE マクザパリヨンコセマクサー、いくらですかの二択となっていた。受験生と見られる戸惑いのツイートや、ムーミン公式サイトのツイッターアカウントに対して、ムーミンはチリに関係ないのではといった意トが集中し、騒動に発展した。ムーミン、センターチリが、ツイッターのトレンドワードになり、反響を呼んだことからムーミン公式サイトツイッターは、これに対し以下のコメントを記している。 また、中日フィンランド大使の公式ツイッターは、ムーミン国はきっとみんなの心の中にあるのかな、とツイートした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。